ラシーヌの虐殺は、ビーバー戦争中に起こった戦闘で、1500人の色恋連邦族の兵が、1689年8月5日の朝、ヌーベルフランスのモントリオール島の入植地ラシーヌを奇襲したものである。この集落は、人口は375人と小規模だった。モホーク族の襲撃は、自分たちの土地へのフランス人の入植により、 不満が高まった結果引き起こされたものである。また、ニューイングランドがヌーベルフランスへの抵抗への手こ入れのために仕向けたものでもあった。この襲撃の結果、集落の一部が燃やされ、住民の多くが殺されたり、捕虜として連れ去られたりした。ビーバー戦争でサミュエル・ド・シャンプランの軍に包囲された色濃い連邦の鳥で1689年、20年間に及ぶ、 不安定な関係が続いた後、イングランド、フランス両国は、交戦状態に入った。1669年に、ヨーロッパ列強は、植民地の平和と中立を崩さないとした、ホワイトホール条約が締結されたにもかかわらず、この戦争は、ヌーベルフランスとニューイングランドで本国の代理戦争として行われ、イングランド両ニューヨーク植民地は、地元のインディアン部族である。 色濃い連邦を借り立てて、ヌーベルフランスの入植地を襲わせた。イングランド本国が戦闘準備に入っている一方で、ヌーベルフランスの住民は、対イングランドの正式な戦線復刻の知らせが広まっておらず、インディアンの襲撃への準備もままならなかった。この戦争から遡ること80年、17世紀の初めに、ヌーベルフランスが創設されて以来、色濃い連邦は、 フランスからの入植者たちを自分たちの主権に対する脅威とみなし、入植者制圧のためにイングランドとの同盟締結を強く望んでいた。色濃い連邦はフランス植民地軍を滅ぼそうとして、フランスと同盟関係にある所属、例えばヒューロン族やイリノイ族に対してより攻撃的な展開に出た。ヒューロンやイリノイといった部族はフランスのケガー交易の支援をしており、 当時のヨーロッパにとって、毛皮は重要な商品だった。また、インディアンたちも、ヨーロッパの物資を欲しがるようになり、それとの交換対象としての毛皮の獲得は、エスカレートして行った色濃い連邦の軍事行動に対して、フランスは、毛皮交易を再建するため、まず1660年代のアレクサンドル・ド・プルビユ、次に1680年代のジャックル・ネド・ブリザイド・デノンビユに、 色イ,イ連邦への討伐軍を指揮させた。ヌーベルフランスの総督であったデノンビーは2000人の兵を色イ,イ連邦に属するセネ家族の居住地の奥へと派遣して一番大きな集落を破壊したのである。色イ,イ連邦は自分たちの土地へのデノンビーユ軍の侵入に腹を立て、またセネ家族をガレー戦をこぐ奴隷にしたことに激怒した。彼らはフランスに反撃するための ちょっとした動機を必要としていた。真中の島が、モントリオール島、モントリオール島中央下に、ラシーヌの地名が見える。1689年8月5日の雨が降る朝、もホーク族の兵士は、無防備な、ラシーヌの入植地へ、日の出前の奇襲を行うために出発した。彼らは、セントローレンス川を小舟で登り、三ド以降横切り、モントリオール島の南端に上陸した。 入植者がまだ眠っている間に、モホーク兵たちは民家を取り囲んで、指揮官からの奇襲の合図を待った。その後彼らは民家を攻撃するべく前進すると、ドアと窓を叩き壊して、入植者たちを外へ引きずり出すと、最後の一撃を与えた。入植者たちの一部は、集落の建物に立てこもったが、インディアンたちはその建物に火を放って、彼らが炎から逃れるために出てくるのを待った。 集落にあった77の家や建物のうち、実質56件が焼け落ちた。最初の襲撃で24人の入植者が殺され、70人以上が捕虜として連れ去られた。その他の入植者は襲撃を免れることができた。捕虜にされた入植者のうち、50人近くが拷問で死に、他方で捕虜のうち数名は何とか逃げ、他の42人が捕虜交換で解放された。 数人の子供たちは除名され、事実上色濃い連邦の部族の養子となった。レミトリでこの襲撃で難を逃れた入植者は、3マイル、離れた地元の駐屯隊に通報後、襲撃の情報を広め、兵たちにも何が起こったのかを知らせた。襲撃を受けて、ダニエル・ド・ーベルド・スーベルカスの指揮のもと200人の兵が、民兵100人、そして近くのレミトリで、ローラントリで、そして、 プレザンタショントリデの兵と共に、色濃い連邦の部族の土地へ進軍した。スーベルカス軍は、モホーク兵の追跡から逃げてきた入植者たちを守ることができたものの、ラシーヌに入る直前になって、デノンビユの命令により、困惑しつつも、ローラントリデへと引き返した。デノンビユは、自らの地元に住む、色濃い連邦の部族を鎮圧するつもりでいた。そして、自分の指揮下にある、 700人の兵をモントリオールの兵者から呼び集めた。彼らは人数ではモホーク兵たちを簡単に凌駕することができた。しかしデノンビーユは外交問題としてことを処理しようとしており、自分の部隊でもホーク兵たちを撃退しようとはしなかった。この攻撃の後、レミトリデとローラントリデから正体が出ていったが、この兵士たちはモホーク兵に妨害され、すべて殺された。 モホーク族の兵はヨーロッパ系住民に干渉されることもなしにモントリオール島を歩き回りその3日後に小舟でセントローレンス川を下っていった彼らはラシェスネの集落も襲撃し少なくとも42人の入植者を殺したヨーロッパからのこの虐殺への証言は二通りある一つは主に攻撃から生き延びた入植者の証言もう一つは カトリック教会のそれである。当初の報告では、ラシーヌの犠牲者はかなり誇張されていたが、最終的には24人の死者が出たとしている。これは、襲撃後のカトリック教会の教区の記録を調べて分かったことである。この事件に対するカトリック教会側の証言も存在する。モントリオールのスルピス会の第五大修道院長であるフランソワ・バションド・ベルモンは、著書、 カナダの歴史にこのことを綴っている。襲撃の後、不幸な捕虜の一団は、この未開人たちを先導した残忍極まる、復讐撃に身をさらされたのだ。彼らは、征服軍により、三度以降のカナタまで連れて行かれた。未開人たちは道すがら、捕虜の数と逃避の数を見せびらかしつつ、90回叫び、こう言った。我々は騙されたのだ。おのんぴよ、我々は。 同じようにお前を騙すだろう。未開人は上陸すると火を起こし、地面に杭を立て、5人のフランス人を火にかけ、6人の子供を炙り、他のものを石炭の上で焼いて、彼らを食べたのだ。この虐殺での生存者は48人と伝えられている。それ以外のものは拷問にかけられ、火に炙られ、捕虜として連れ去られてほどなく食べられた。さらに、生存者にも、 拷問を受けたとわかる証拠や、その体験談がある。襲撃の後、入植者たちは、モホーク兵が島から撤退する。このことは、ニューヨークのイングランド系入植者の、長年にわたる怒りをかきたて、報復へとつながっていった。不幸なことに、モホーク側の攻撃の証言は存在せず、フランスからの情報で、モホーク兵のうち3人だけが命を落としたという、証言があった。 すべての証言はフランス側からの一方的なものであったため人肉食の報告や子供を火の中に投げ入れざるを得なかった両親の話は非常に大げさで根拠の乏しいものではないかとニューイングランド側は捉えたのだフロンテナック総督の像この襲撃の後この事件とは無関係なことでデノンビーは本国に召喚された公認のルイド・ボード・ド・フロンテナックは 南のニューイングランドに対してのカナダ式復讐に着手して1690年の冬の時期に攻撃を仕掛けた。ラシーヌの襲撃はその後3年間に及ぶイロコイ連邦とフランスの抗争の出発点となった。1696年、フロンテナックは1000人の部隊を率いてもホーク族の土地に踏み入り襲撃の仕返しをした。 ラシーヌを出発したフロンテナック軍は、モホーク族の土地へ遠征したにもかかわらず、何ら抵抗に遭うこともなく、モントリオールに戻った。フロンテナックは、その後まもなくして亡くなり、モントリオール総督のフィリップ・ドリゴー・ボードル・イユが、ヌーベル・フランス総督として就任した。ボードル・イユは、デノン・ビユの代わりに、襲撃後に中東隊長だったスーベルカスを召喚した人物で、 フロンテナックが果たせなかった攻撃を7年後に果たしたのであった。ヌーベルフランス総督のこと、ありがとうございます。